この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さん、こんにちは。顔は木木綿、声は NHK 人生は巨大迷路インターバン6004です。今回はですね、石北本線の第5期ということで、北見駅からスタートですね。前回もプロローグ車載動画編っていうのを撮ったんですけど、まあ暗いし雨だしね、いまいちだったんで、今回はですね、まあ晴れとまではいかない、まあ、晴れてますかね、まあ、半分ぐらい曇ってますけど、大体晴れてますでしょうか。天気も悪くないんで、プロローグ車載動画編撮り直します。今度はね、39号じゃなくて、北海道道7号から入ってきた感じになります。ここから先が2車線ですね。これ何だったっけ、この通りの名前。三山通りでよかったっけ。ちょっと道の名前忘れましたけれども、まあ、北見っていうところもですね、非常に坂が多いですね。アップダウンが多い町なんですよ。結構なね、丘陵地帯にありますね。例えるならね、美瑛に帯広をねじ込んだ感じですかね。そんな感じのこの北見市街地のアップダウンです。三山通り違って、三山通りね、この交差点の左右の道路ですね。それではですね、先に進んでいきましょう。まあ、北見はとにかくね、坂が多いと。そして冬になるとこの坂がガチガチに凍るんですよね。これがまたね、辛いと。それでは先進んでいきましょう。それでですね、北見の町っていうのは、この角度の違う碁盤の目がですね、合わさってできてるんですよね。なので時々こういうですね、斜めに入る道路が現れます。そしてこれ左に曲がると中央通り、一応これが北見のメインストリートと言っていいのかな。右には NHK 北見放送局があります。左にあるのが北海道北見北東高等学校ですね。このオホーツクエリアで一番頭のよろしい学校だと伺っております。この辺りから結構ビルが増えてきて、北見の中心市街地はですね、始まってるかなという感じです。そして正面にいるのが北海道北見バスですね。北海道北見バスにはですね、いびつな形の緑色の絵がたくさん描かれているんですが、これはオホーツクエリアのですね、市町村の形を緑色に塗っていると、そういうことになります。北見は意外とね、バスが発達してますね。そして北見の北ガス、左が北見郵便局ですね。バスはね、これ曲がるみたいですね、左に。これ左に曲がると北見赤十字病院があるんで、そっちにバスは向かうんでしょうか。そして正面に見えてきたのが北見駅。まあ、坂を降りて正面に駅っていうね、この風景がなかなかいいと思います。赤ビラを都会にした感じですよね。そして駅前にはルートインと、北見新金。北見新金は夜になるとパチンコ屋のごとくライトアップされます。
北見駅前にやってきました。それでは北見駅前の交差点を先に進んで北見駅のロータリーに入っていきます。北見駅前はですね、東急百貨店が潰れたりしてちょっとね、帯広とか旭川に比べると駅前さびれてる感はあるんですけども、それでもさすがオホーツク一の大都会だけあって、まあ、ビルも多いですし、まあ、止まってるタクシーの数も多いと。ガチャピンムックかよ、まあ、とりあえずね、駐車場入ります。20分まで無料だ。場内の案内表示に従って入場をください。ああ、まあ駐車スペースはね、たくさんありますね。正面に見えてるのは確かもともと北海道地方高原鉄道ふるさと銀河線の本社だったような気がします。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。